皆さんどうも、草でございます。最初の方はこのエリアをいじらないようにしよう。そうだ、ノーメイクだ。ちなみにこれは本物の血です。それではね、始めようか。ファンデーションを顔全体に塗ろうぜ。でもさ、さっきのエリアには塗らないで。だから気をつけてくれよ。うん、パウダーでファンデーションおセットしようぜ。今はね、正直眠いっす。それだけの理由で今とんでもない量のコーヒーを飲んでおるわ。コイキングの色をゲットしてください。そしてそいつをね、まんべんなく下のまつげラインに乗せようぞ。次は普通に目尻までブレンドして深さを出す。はぁ、お主はここまで来れたのかの。赤いペンシルで下のまつげラインの半分あたりまでやっちゃおうか。左の片目にはやるんじゃねえぞ。続いて下の方にね、血が垂れてるようなペイントをやろうぞ。ブラックのアイライナーを使ってさ、いつもの V 系のアイメイクをやろうか。今回の目尻は丸い感じではなくてシャープな感じでいこう。下のまつげラインに赤いペンシルを残しながら目の半分あたりまで細いブラックの線を、おー、目頭の方もやっちゃってやっちゃって。日本のラインをつながらないようにアテンションだけどな。リザルトはこんなもんだ。え、違うの？じゃあお願いだから帰れ、坊や。ブラックパワーを借りるんだ。そしてそのブラックの力をブラックのアイメイク全体の周りにね、足すして、その後ブレンドだ。はっ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 。こちらの色の、こいつを使ってください。右の片目だけにコンパクトサイズのノーズシャドウを作ってもらえないのでしょうか。はい、ありがとうございました。ノーメイクにしておきた顔の一部はまだ覚えてますか？ここでそいつをホワイトでやろうぜ。そして、あ、腹が減ってきたぜ。パウダーでセットイコール、説明は以上。カップ麺でも食おうかな。ブルーのシャドウをランダムにパッティングして、このホワイトのエリアの全てを汚すんだ。カップ麺はお好きですか？私は大好きです。ここで左の片目に右の片目の V 系のアイメイクより太いメイクをやりなよ。ちゅ、適当にやってもいいのだがなあ。アイメイク全体の周りにブラックのシャドウでブレンドしてリアルに決めようか。次はブルーのシャドウのステップにシャリンガン。よくやったなお前ら、これで終わりだ。このステップは説明する必要はあるのだろうか。このステップは説明する必要はあるのだろうか。ナンバー2、これをお前のマインドにキープするんだな。ここはノーズシャドウだ。右側の眉毛をやっちゃってください。まあ形の方はね、とにかく細くて V 系的な感じに描いてくれ。ちょうどブラックのメイクの輪郭につけまをつけよう。まあ分からなければ私を見るといいのね。こちらのつけまを逆側に繰り返して下まつげとしてつけやる。ブラックのメイクをフォローしながらね。ペンシルさんにこんにちは。だってよ、とにかくでかくて丸みのある唇を描いてください。少しくらいは頭を使ってみたらどうだ。で、どのカラーを全部口にぬぬぬぬぬるぬぬ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 。メットさんの上の唇は結構ふくらとしてるんで、一応それに近づけるために上の唇をハイライトして外側へぼかして立体感をゲット。
こいつにリターンしてもらおう。さっきのハイライトにパーティングしてセット完了だ。忘れる前に右側の唇の色を指でぼかしてくれ。よし、これでなんか悪くない、悪くないない。口の左側の周りの方にこんな感じで3箇所をマッキングしてくれや。そうしたらそいつらをつなぐだけだ。逆側の方もお願いしていいんすか。これで縫い付けられたお人形さんの口の出来上がりじゃん。彼らは君の最後の集団だ。全てのブラックラインの最後の方にブラウンのシャドウをパッティングだ。続けてブラックのシャドウを使ってこいつらに深さをプラスしようではないか。細いブラシで黒い線の中心と最後の方をハイライトして立体感上達だな。カラコンつけて着替えたら完成だな。まあこの動画のためにこのウィッグを生贄にしないといけなかったけどね。